ジェンキンスフェリーの戦いは、南北戦争の開戦からちょうど3年が過ぎた1864年4月30日にアーカンソー州グラント軍で起きた戦闘である。北軍によるレッド川方面作戦の一部だったカムデン遠征では、クライマックスとなった。南北両軍の勢力を考えると、この戦闘でかなりの損失をこむり、しかも両軍ともに将軍が一人戦死した。 この戦闘の結果、北軍はアーカンソー州カムデンの危険性の高い陣地からリトルロックの防衛拠点までの撤退を完成させることができた。1864年3月、ナサニエル・バンクス少将指揮下のルイジアナ州にいた北軍陸軍とデイビッド・ディックソン・ポーター少将が率いたミシシッピ側で活動する海軍がレッドガー方面作戦を始めた。 この作戦の直接の目的は、南軍、ミシシッピ県方面軍指揮官のエドマンド・カービー・スミス将軍の作戦本部であるルイジアナ州シュリーブポートを占領することだった。シュリーブポートは、アメリカ連合国ルイジアナ州の暫定州都でもあり、主要物資補給地かつ、テキサス州への入り口でもあった。この作戦の二次的な目的は、北部州で不足していた面を手に入れることであり、 それによって川沿いの農園主から北軍に対する忠誠心を得ることだった。この行動はルイジアナ州におけるレコンストラクションを展開できるとも考えられた。この作戦を考えた北軍総司令官のヘンリー・ハレック少将は北軍によるテキサス占領への道を開き、フランス軍がメキシコから侵略して来られないようにすることを望んでいた。 フランスは1863年6月にメキシコを侵略して占領しており、傀儡皇帝、マクシミリアン皇帝のもとに政府を作り上げていた。エーブラハム・リンカーン大統領がレッド側方面作戦を承認した後に、ユリシーズ・グラントが中将と総司令官に昇進し、グラントはこの作戦を止められないと感じた。 グラントは、ウィリアム・シャーマン少将が、北ジョージアからアトランタに軍隊を繰り出す時の支援のために、この作戦に当てる1万名の部隊を使おうと思ったので、作戦の実行を急がせようとした。グラントはまた、南軍の強固な砦である、アラバマ州モービルを攻撃することで南軍を、釘付けにしてしまおうとも考えた。バンクス将軍はこの方面作戦のために、 ニューオーリンズ市近くで少なくとも2万名の部隊を利用できた。ミシシッピ州、ビックスバーグにいるシャーマンの軍隊からは、アンドリュー・ジェイ・スミス巡相の指揮下に1万名の部隊が加わることになっていた。スミスの部隊は、レッド側を遡るポーターの船体を伴ってきた。最初にその部隊は、ドラッシー砦を確保し、レッド側への道を開いた。フレデリック・スティール少将も、 北のアーカンソー州リトルロック、フォートスミス、パインブラフの基地からシュリーブポートに対するバンクスを支援するために1万4000名の部隊を動かしてくることが期待された。カムデンエコの方面作戦でスティールが担当した部分はカムデン遠征と呼ばれるようになった。スティールは後にその目的はカムデンに達してそこを占領することであり。 バンクスがシュリーブポートを落とすのを支援するために、南軍機兵隊をシュリーブポートから離しておくことだった。それでもバンクスは、スティールが一時的に、カムデンを占領するだけでなく、シュリーブポートを占領するときに自軍に加わってくれるという作戦だった。グラントですらスティールに電報を打ち、C 行動だけではバンクスを支援するために不十分で、あると告げていた。 バンクスの軍隊がシュリーブポートに向かう途中のマンスフィールドの戦いで数も少ないリチャード・テイラー中将の部隊に撃退された後バンクスはルイジアナ州アレクサンドリアでその交代を止めたバンクスはまだ作戦を再開できると考えておりシュリーブポートを攻撃するサイドの試みにはスティールの援軍が加わってほしいという願望を伝えた スティールは8000名の部隊でまずリトルロックから南西のアーカデルフィアに抗軍した。フォートスミスからジョンセイヤー淳章が率いてくる4000名の部隊とアーカデルフィアで落ち合う計画だった。パインブラフから来る北軍の騎兵隊は約2000名であり、カムデンの南軍中東部隊に対する監視を続けると想定され、スティール隊の動きから注意をそらし、その後に、 スティール隊に合流することになっていた。スティールは予定より3週間遅れていたが、1864年3月29日にアーカデルフィアに到着した時でもセイヤーの部隊と落ち合えなかった。スティール隊は最後の3日間を雨に降られて降群しており、すでに食料が少なくなっていた。降群の経路は貧しい田園部であり、調達しようにも、 食料や資料がほとんどなかった。スティールは4月1日まで待ち、食料がさらに減り、セイヤーからの伝言も来なかったので、アメリカ連合国アーカンソー州の暫定州都である、南西のワシントン方向に移動した。4月9日、リトルミズーリカーズイエルキン私近くでやっと、セイヤー隊と合流できた。しかしセイヤー隊も、あまり物資を持っておらず、 合流後の部隊はさらに物資が乏しくなった。スティールはバンクス軍に対抗する南軍にその騎兵ご子旅団が合流しないようにしている程度のみでバンクス軍を助けられた。この時アーカンソー州の南軍指揮官だったスターリング・プライス少将の葬式のもとにあるアーカンソー州とミズーリ州の不評個師団がカムデン地域からバンクス軍に対抗する軍隊の支援に派遣されていた。 ジョン・マー・マデューク・ジュン・ショーとアーカンソー州に泊まったプライスの葬式のもとに5個旅団の南軍機兵隊のうち3個旅団がアーカンソー州内でアーカデルフィアから移動するスティール隊に嫌がらせを行った。彼らはそのゆるりとした進行を止められなかった。この両軍は4月3日にリトルミズーリガーのエルキンはしで小さな戦闘を行った。この時は スティール隊がリトルミズーリ川を溶かしようとするのをマーマデュークが阻止しようとしたがスティール隊が勝利した。さらに4月10日にはプレイリーダンで小戦闘を行った。4月12日スティールはワシントンの方向に見せかけの行動を行った。そこではプライスがスティールの街を占領しようという目標に抵抗するために動いていた。その後スティールは シュリーブポートに向かうには道を逸れることになるカムデンに動いて南軍との対立を避けた。スティール隊はカムデンから14マイルでマーマデュークの騎兵隊を跳ねつけた後の4月15日にカムデンを占領した。プライス隊はアメリカ連合国アーカンソー州暫定州都であるワシントンを守るために要塞都市のカムデンを明け渡していた。カムデン ポイズンスプリング、マークスミルズ・プライス隊には、サミュエル・ B ・マクシー淳章の指揮するテキサス騎兵2個旅団が合流しており、スティール隊がカムデンを占領した直後に、自分の騎兵隊と共に、カムデンに現れた。騎兵7個旅団をもって、防御に入ったスティール隊の包囲制を始めた。ただし、勢力では、スティール隊がプライスの南軍を上回っていた。スティールは、 リトルロックとパインブラフの補給所から物資の補給を受けることと近くの電園部から食料を集められることを期待した。しかし、南軍のマーマデューク巡将の騎兵隊1700名とマクシー巡将の追加騎兵隊1600名が北軍ジェームズ・ M ウィリアムズ大佐の指揮する資料、調達遠征隊を破った時に補給の可能性を否定された。ウィリアムズ隊は、 カムデンに戻ってさえいれば任務に成功したはずだった。南軍はポイズンスプリングの戦いで198両の市長隊のうち170両の荷車と駅蓄を捕獲し残りの荷車を破壊した。ある資料では南軍がこの4月18日の戦闘で北軍の護衛部隊170名の不評と騎兵及び大砲4門の大半を殺すか捕獲したと述べている。 別の資料では、北軍が301名の損失を出し、その大半が戦死、または不明となっていた。戦場の報告書によれば、南軍は、この戦闘で、護衛部隊にいたアフリカ系アメリカ人兵士が降伏しようとしているのを、殺した。ポイズンスプリングで殺されも捕まえられもしなかった、北軍の兵士が何とか、カムデンに戻ってきたとき、スティールは、 バンクス将軍が4月8日にシュリーブポートまで約40マイルのマンスフィールドの戦いで敗れた後交代を始めたことを知った。バンクスはマンスフィールドの戦いの翌日に起きたプレザントヒルの戦いで自軍の損失1369名に対し南軍に1626名の損失を出させ戦術的には勝利していた。その軍隊は南軍を上回っていたが バンクスはそうでなければ、アレクサンドリアへの撤退を続けただろうと考えた。一方、ポーター提督の船体は、レッド側を下ってミシシッピ側まで戻っていた。その間、川岸からほとんど切れ目なく、南軍からの銃撃を受け続けた。ポーターは、バンクスが撤退しただけでなく、その船体が、レッド側の異常なくらい低水位のために座礁する危険性もあったことから、 撤退を強いられていた。後兵が川をうまくせき止めて、ポーターの艦船は5月13日までに浮上して脱出できたが、川岸から南軍の攻撃を受ける船体を守るために、バンクス軍は、ポーターの船体が浮上するまでアレクサンドリアで待機するしかなかった。艦船が安全に川を下った時になって、バンクス軍はいかなる方向にも動けるようになった。4月23日、 バンクスからスティールに伝言が届き、バンクス軍に合流してくれれば、再度、シュリーブポートに向かって移動できることになると伝えてきたとき、スティールはバンクス軍と合流できる状態にないと返答した。南軍の騎兵隊に直面しているだけでなく、スターリング・プライスが不評体を戻し、さらにカービー・スミス指揮下の不評体も戻っているとも伝えた。カービー・スミスは、プレザントヒルの戦いで、 リチャード・テイラー将軍の下にあった不評隊のいくらかを分けてプライス隊に合流させていた。トマス・ジェイ・チャーチル巡将のアーカンソー師団とモス・ビー、パーソンズ巡将のミズーリ師団がプライスの指揮下に戻っていた。その後、ジョン・ジー・ウォーカー少将のより大きなテキサス師団がカービー・スミスと共に合流していた。カービー・スミスはスティールが大きな脅威であり、 4月9日のプレザントヒルの戦い後に交代を続けているバンクスよりも大きな目標だと判断した。カービースミスはまずスティール隊を破壊して、その後にバンクス軍に戻って落とし入れることができると考えた。テイラーはこの判断に強く反対し、即座にバンクス軍への攻撃を望んだ。それでもテイラーはカービースミスの作戦を変更させることができなかった。 バンクスがアレクサンドリアで海軍を待っている時にカービー・スミスはその判断が正しく実行する時間があるということをさらに確信するようになった。4月25日、マークス・ミルズの戦いと呼ばれる戦闘でプライスの下で活動するジェームズ海・フェイガン巡将の総指揮下の南軍機兵ニコ旅団が北軍の211両、 内視240両の市長隊と護衛部隊1300名を捕まえた。この部隊はスティールがパインブラフの補給所から物資を運ぶために派遣したものだった。5時間の戦闘後に北軍兵1400名、内視1700名のうちわずか150名が逃亡した。フェーガン隊はこの戦闘で約300名の損失を出した。 報告書によると、その兵士が戦闘の終わった時に負傷したアフリカ系アメリカ人兵士を殺したとしている。南軍は次のジェンキンスフェリーの戦いで司会しをされることになった。カムデンからの撤退スティールはこの時物資が完全に不足し、数的に劣勢であり、カムデンで包囲される危険性にあった。上官の合意を得た後は、他に合理的な選択肢がなかった。 4月26日夜と27日早朝、リトルロックに向けた夜の退却を命じた。南軍はその日遅くまで、スティール隊の動きを感知できなかった。スティール隊は、押した川を渡るために傾向してきた船橋を使った。スティール隊が、カムデンから撤退したことが分かれば、すぐに追ってきたであろう南軍に対して、最先良いスタートが切れた。まず4月28日朝に、 水かさが増し、橋の内を下側渡るために、南軍はイカダの橋を建設する必要があった。この遅れのために、スティール隊はさらに距離を稼げたが、雨のために動きが遅らされた。南軍も雨と戦っていたが、その追求を遅らせるような多くの荷車も装備も持っていないのも事実だった。一方、4月28日、プライスは、 サミュエル・マキシーの騎兵2個旅団の師団をオクラホマとテキサスに送り返し、報告があった別の北軍部隊による脅威に対応させることにした。マークス・ミルズで勝利した南軍の指揮官、フェーガン淳章は独立した動きをしていたが、別の目標に沿った動きを認めた命令を満たしていなかった。最初の目標であるパインブラフの北軍補給所の破壊ができなかった。 これはおそらく、ウォシタ側の支流である、生理院側が水量を増していたために渡れなかったためだった。フェーガンは、カムゲンとリトルロックの間の補給線と通信線を横切る陣地を占領するようプライスに命令されていたが、それもできなかった。おそらく、フェーガンも、事態のために食料と資料を探していた。フェーガンは、プライスと直接対話しておらず、 カムデンを出たスティール隊の動きを知る位置にいなかったが、プライスは4月29日にフェーガン隊が北軍の大路を塞ぐ位置にいないことを理解した。フェーガンとその3000名の部隊は4月30日にジェンキンスフェリーに到着することになり、戦闘に参加するには遅すぎることとなった。スティールはカムデンを出てからプリンストンを通って真北に進んだ。その部隊は セイリーン側に近づくときに、マーマデュークの騎兵隊が追いついてきて嫌がらせを受けていた。スティール隊が水かさの真下川のジェンキンスフェリーに到着したとき、渡過するために、船橋を建設するために停止しなければならなかった。カービー・スミスとプライスの下に残っていた、南軍1万名がスティール隊に追いついた。このときスティール隊も当初から減って約一万名になっていた。 南軍は4月30日早朝に北軍後衛部隊に攻撃をかけて戦闘を開始した。スティールの騎兵隊は4月29日夜にセイリーン側を渡すことができていた。この時スティール隊はまずカービー・スミスの部隊と戦い、その後に不評隊が荷車、大砲と残る兵士を受け橋で川を渡す努力を終わらせる必要があった。戦場スティール将軍の北軍は カムデンから、リトルロックの基地に向けたの撤退中の4月29日午後2時に、セーリーン川岸のジェンキンスフェリーに到着した。激しい雨のために川は膨れ上がっていた。雨は4月29日も激しく降り続け、川岸や付近の道は、泥と溜まった水でぬかるみになっていた。疲れ、空腹だった。北軍兵は船橋を建設できず、その荷車や大砲を、 ぬかるみから出せず、夜の間に川を渡れなかったが、騎兵隊だけは川を渡った。北軍指揮官僧は、カービー・スミスの南軍が事態に追いつこうと急いでいるのを認識していたので、後衛部隊が強壁を構築し、4月30日朝に南軍が到着してきた時に、それに対抗できる強力な防御陣地を作った。スティールが川を渡す作業を監督する一方で、 フレデリック・シー・サロモン殉相が追撃してくる南軍に対して後衛部隊を指揮すべきはずだったが、その任務をサミュエル・ライス殉相と4000名の不評部隊に任せた。4月30日の夜明け前、マーマデュークの南軍機兵隊がジェンキンスフェリー近くに到着し、馬を降り、セーリン側渡し場から約2マイルでスティールの後衛部隊と小競り合いになった。ライスは自部隊を強壁 坂もぎ、射撃砲の背後に置いていた。ライスの前線は右翼をコックスクリーク、別名特シークリークで守られていた。いくつかの証言では、北軍の陣地が変翼を通過不能な島の湿地に接し、もう一方を深く雨でびしょ濡れになった木材で守られていたとしており、また別の資料では左翼が脆弱だったので、南軍が左翼に回るのを失敗した後で、 初めてライスが左端を伸ばして険しい斜面に接しさせたとしている。北軍の陣地に接近するためには幅約400ヤードの難しいアプローチであり、一時には多くとも南軍兵約4000名が攻撃できるだけだった。実際には南軍がもっとバラバラな形で攻撃を行った。プライスはまずトマス・ジェイ・チャーチル順将の指揮する不評隊に続いて モスビーエムパーソンズ順将の不評体を戦場に到着し次第投入した。これらの部隊には支援がなく、また北軍陣地へのアプローチはくるぶしや膝まで泥と水たまりに浸かるほどだったためにほとんど前進できなかった。これら南軍の師団は旅団ごとにバラバラに攻撃に向かわされ集中した形にならなかった。戦闘が始まってからすぐに深い霧に荘園が加わった。 この煙と霧のために低くしゃがんでいるのでなければ、両軍の兵は互いをほとんど視認できない状態になっていた。守備側の北軍は工作物の背後におり、攻撃側の南軍のように泥の中を抜けて前進しようとはしなかったので有利だった。南軍が攻撃手効果を上げようとしている狭い地域に発砲するだけでよかった。泥と水たまりのために、 騎兵や砲兵が戦闘に参加しようとしても難しくなっていた。実際に北軍カンザス第2志願有職人不評連隊とアイオワ第29不評連隊がその砲魚を施した陣地から突撃をかけた時に南軍は大砲を3門失うことになった。チャーチルとパーソンズ領順将の指揮するプライス軍がほとんど前進できなかった後カービー・スミスが ジョン・ジー・ウォーカー少将の大型テキサス不評師団と共に到着した。ウォーカーは他の師団が行ったのと同じ旅団ごとに向かうというやり方で攻撃をかけた。この攻撃中にウォーカーの下の3個旅団長全員が負傷した。その中でウィリアム・リード・スカリー順将とホレス・ランダル大佐の二人が致命傷だった。ジェンキンス・フェリーでの南軍による最後の攻撃で 北軍のサミュエル・ライス准将も致命傷を負った。南軍が守備の固い北軍陣地に繰り返し攻撃をかける中で約1000名の損失を出した一方で、守備側は約700名の損失であり、それには落語兵が捕まえられたものも含めていた。南軍はついに北軍陣地に対するバラバラな攻撃を諦めた。カンザス第二有色人連隊のアフリカ系アメリカ人。 兵士数人が戦場を去る前にライスの前線近くにいた南軍負傷兵を銃で撃った。これはポイズンスプリングの戦いで降伏しようとしていたアフリカ系アメリカ人兵士を南軍病が銃撃し、またマークス・ミルズでも負傷したアフリカ系アメリカ人兵士を殺していたことに対する報復だった。4月30日午後3時頃までに北軍は残っていた兵士。 大砲と装備、物資搬送用荷車の中で泥に埋まっていなかったもののすべてをセーリーン側を渡すことに成功した。動かせない荷車は燃やした。スティール隊はセーリーン側の北にある湿地でもさらに多くの荷車を放棄せざるを得なかった。4月30日午後にスティール隊が船橋を渡った後、南軍は新たな攻撃をかけなかった。朝からの戦闘で、 南軍は消耗していただけでなく、北軍が川の対岸に大砲と不評体を据えて、橋を渡る兵士を援護していたからだった。スティール隊は、セー,リーン側を渡った後に、その後の行軍には必要でなくなった船橋を切って、燃やした。南軍は川を渡る方法がなく、追撃ができなかった。カムデンでスティール軍を取り込めず、セー,リーン側に着くまでに遮断もできなかったことで、 カービー・スミスの南軍は、アーカンソー州の北軍では主力だったスティール軍を破壊する絶好の機会を逃した。スティール隊は川を渡った後に3日間行軍し、リトルロックの要塞の中で再集結できた。ジェンキンス・フェリーの戦いは参戦した勢力の損失率を考慮すると、南北戦争の中でも流血の多い戦闘の一つとなった。両軍は戦闘に視力を尽くした。 南軍の公式損失は戦死86名、負傷356名、不明1名と総計は443名となっていた。この数字は疑いもなくもっと大きいはずであり、ウォーカーのテキサス部隊の損失が分かれば800名から1000名となっていたと考えられる。ウォーカーはこの戦闘についての報告を行わなかった。北軍の公式報告では、 戦士63名、負傷413名、不明45名で、総計は521名となっていた。北軍の数字は、ジョン・セイヤー殉将が報告を作成していないので、不完全な報告だった。上記のように不完全、あるいは紛失した報告書があるという見解の中で、歴史家のシェルビー・フットとグレゴリー・ J ・ W ・アーウィンは、ハイドラーのアメリカ内乱の辞典で、 この戦闘による損失を南軍が1000名、北軍が700名とするのが最良の推計だとしている。ジェンキンスフェリーの戦いは少なくとも戦術的には北軍の勝利だとされる。南軍の損失が大きかっただけでなく、スティールの北軍が南軍の攻撃を跳ね返すことができた。この結果北軍は残っていた荷車、大砲、装備、 騎兵と不評を、セーリーン側を渡し、安全だった、リトルロックまで、無事戻る時間と空間を確保できた。しかし、スティールの勝利は、戦略的な観点からは無駄だった。カービースミス軍は戦場を保持し、スティール隊がバンクス軍に合流して支援することを阻止して、スティールには、リトルロックへの退却を続行させた。この方面作戦全体で、スティールは三千名の損失を出し、 対するスミスは2000名に止まった。カービー・スミス軍の多くは軽傷だった。スティールは大砲10門を失い、3門を捕獲できた。さらに荷車635両とラバ2500頭を失い、騎兵一個旅団を構成できるだけの馬も失った。捕獲された物資には弾薬、食料、医薬品があった。北軍はライス将軍を失い、対する南軍は、 スカリー将軍とランダル大佐を失った。カービー・スミスがスティール隊を防御の厚いリトルロックの基地外で破壊しようという最後の機体はジェンキンスフェリーでの管理の誤り、統制のないバラバラな攻撃の結果としてつえた。北軍陣地と気象条件が南軍の選択肢を限定していたが、もう少し集中させた攻撃が可能だった可能性がある。南軍は 北軍の脆弱だった左翼に力を集中させられず、ケリーの草原を横切る正面攻撃を選んだ。そこでは、南軍の不評前線が北軍の砲撃で破壊された。ライスがこの弱点を放置していたか、単に防衛の範囲を超えていたとして、南軍がその場所を初期に集中攻撃できなかった、ことでライスにその陣地の脆弱性を知覚させ、前線の左翼を伸ばし、 保護させることになった。北軍の左翼が閉じられた後、南軍がそこをつく可能性が消え、カービー・スミスとプライスがスティール隊の大半を捕獲する可能性が失われた。スティールはカムデンでの状況が望みのないものになった後で、レッド側でバンクス軍と合流して、シュリーブポート占領に向かう作戦を全て諦め、自部隊を救う必要があることを認識した。 ジェンキンスフェリーの戦闘は、セーリンー側の南西、カムデンにいたならば、スティールの部隊が真に危険な状態にあったことを示していた。それゆえに、スティールのリトルロックに退却するという判断は、良いものだった。一方バンクスは、シュリーブポートに対するその作戦を再開する希望を捨てるしかなかった。作戦を再開する場合のその大きな問題は、 軍勢が不十分だということではなかった。というのも4月下旬には、ジョン・ A マクラーナンド少将の部隊で補強されたからだった。バンクスは、平坦の問題があり、その春と夏の間、レッド側が異常なほど低水位にあったために、ポーターの船体が動けず、砲艦の輸送にも支援にも、頼れなかった。実際にバンクスは、アレクサンドリアで、ポーターの船体を逆に守る必要があり、 船隊が5月13日になってレッド側から解放されてからはいかなる方向にも動くことができた。南軍はレッド側方面作戦に参加した部隊の大半に損失を与えあるいは捕獲することでそれを破壊することができなかったことには失望したが全体ではかなりの戦術的勝利だった。北軍はカムでに遠征を含むレッド側方面作戦全体で8000名以上を 失い、最後は出発地点に戻るしかなかった。南軍は約6,500名を失った。南軍は大砲57門、約1,000両の荷車を物質付きで、さらに3,500頭の馬とラバを捕獲した。シェルビーフットが述べているように、南軍はレッド側方面作戦で戦略的にも勝利した。シャーマン将軍がアトランタ方面作戦で使うはずだった。 アンドリュー・スミス准将の部隊1万名が本体に戻るのを遅らせることができた。また、アラバマ州から約2万名の兵士が、ジョセフ・ジョンストン将軍のシャーマンに対する防衛を補強することができた。この部隊は、バンクス軍がアラバマ州モービルを攻めておれば、アラバマに止まっているはずだった。モービルは、グラント中将が好んだ標的であり、 前任のハレックであればシリーブポート占領を目指すはずだった。北軍はレッド側方面作戦でそれなりの軍隊を作り上げながらさらに東での重要な作戦に使えたはずの多くの大砲、荷車、ラバと物資を失うことになった。しかしカービー・スミスはバンクス軍を捕まえるあるいは潰すためのサイドの試みをするためにその軍を 時期よくアレクサンドリアに戻すことができなかった。アーカンソー州における北軍の崩壊と交代は、プライスにこの年9月からの水売り侵略の道を与えた。最終的にこの作戦は南軍に長期的な恩恵を与えず、ウェストポートの戦い後に水売り州から駆逐され、さらにその後、アルフレッド・プレソントン少将が指揮する。 北軍機兵隊による攻勢で、ウェストポートの後の5日間に4回起きた戦闘で、ことごとく南軍を破った。1928年9月19日に除幕された戦場の記念碑ジェームズ・カイ・フェーガンと南軍の娘たち連合、ジェンキンス・フェリー支部が除幕した、ジェンキンス・フェリーの戦場跡は、ジェンキンス・フェリー州立公園として保存され、1994年に、 アメリカ合衆国国定歴史建造物に共に指定されたカムデン遠征史跡の一つとなっている。スティーブン・スピルバーグ監督の2012年の映画、リンカーンのオープニングで、二人の有色人、連帯兵士がエイブラハム・リンカーン大統領と話すシーンがあり、この時、ジェンキンス・フェリーの戦いが簡潔に言及される。ありがとうございます。